こんにちは。家事おさぼり主婦香口どれみの今日はお掃除頑張るぞのコーナーです。前回汚れ落ちを試みましたが、あえなく撃沈してしまいました。 IH のガラストップの焦げ取りを今日はリベンジでチャレンジしたいと思います。今日使用するのはこのガラストップ IH 用焦げ取り名人です。これは Amazon で1628円で購入いたしました。今日はこちらを使用したいと思います。とご使用前に、使用方法ですね、キャップが閉まっていることを確認後、容器を振ります。その際は必ずゴム手袋を使用してキャップを外し、直接、焦げ部分に塗ります。必要に応じてゴム手袋をしたままの指で塗り伸ばしたりハケで、塗り広げてくださいとのことです。1本で約1平方メートル塗れます。また塗布面の上からラップをかけ、汚れが溶けるまで放置をします。これは 1,2 時間目安です。汚れがひどい場合は長時間放置します。その際は12時間が目安です。汚れが溶けた後はキッチンペーパーなどで拭き取り、十分に水拭きをします。頑固な汚れにはこの工程を繰り返します。そして一番の注意は、警告とありますが、目に入ると失明の恐れがあるので取り扱いに注意すること。そして絵でも、説明してありますが、口に入れない、目に注意、子どもに注意、手袋を必ず使用するということです。それではこれから、早速洗浄にかかりたいと思います。まず、こちら蓋を外します。そして中蓋を外します。こちら中身ですね。案外サラッとした状態の液体です。蓋をしっかりと閉めます。そして振っていきます。塗っていきます。なんか蜂蜜のような感じですね。今一気にドロッと出てしまいました。一応もう一本用意しておりますけれども、これ一本でいけそうですね。結構ドロッと入れてきました。いい感じに全体に、すごいなんか横から見ると山盛りになりました。結構厚みのある液体ですね。これぐらいでいいかもしれないですね。足りるかどうかというのが心配だったのですが、足りるようですね。それではこの上にラップをかけて湿布をしたいと思います。空気は抜いておいた方がいいでしょう。では今の時間が、お昼12時1分を回ったところです。これから2時間放置してまた後ほど再開したいと思います。それでは1時中断します。ではもうすぐ2時間経ちます。だったら後半戦のスタートです。
ど時間となりましたので後半戦始めたいと思います。だいぶ汚れは浮いてきているような感じですね。では早速開けていきたいと思います。ゼリー状ですね。あのさらっとした感じだったんですがちょっとプルプルした感じになってます。ではキッチンペーパーで浮いた汚れを取っていきたいと思います。だいぶガラス面は綺麗になってきていますね。思ったよりも綺麗にはなっていますが、ああ希望としてはもうちょっと落ちてほしかったような気がしますね。ちょっとこさえてみましょう。これは限度でしょうかね。でも思ったよりもやっぱり汚れを放置した期間が長かったので、もう1回か2回ぐらいのチャレンジが必要かと思います。では最後に濡れた雑巾で拭き上げます。初期と比べるとだいぶ綺麗になったと思いますが、まだまだちょっとお掃除が必要です。年末に向かって、またもう1回もう2回ぐらい必要かもしれませんが、またチャレンジしたいと思います。では今日の動画は以上となります。見てくださった方々大変ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今回はここまでといたします。失礼いたします。